こんばんは、幕末宗男チャンネルでございます。まあ世界のこの動きですね。まあ中国がね、やっぱりこう経済の、状況がね、とっても景気良くてずっと来ていたんですけれども、なんかここに来てね、やっぱりこう不動産関係がなかなかね、こう立ち行かなくなってきてるようですよね。まああの一種のバブルなんですかね。やっぱりバブルっていうのはね、ガーッと上がってくるけど必ずね、どっかの時点でガーンと落ちちゃうからね。まあでもね、あんまりこうね、中国が、急にねこう経済力が弱まってきたりするとね、どうしたってこう国の状況が不安定になってきますよね。やっぱり不安定になるとね、指導者がどう考えるかっていうね、まあこれはなかなか、まあ、複雑で難しくて簡単ではないと思いますけれども、やっぱり何かをね、今度仕掛けていかないとね、やっぱりこう自分の指導的な立場がね、やっぱり危なくなってくるわけだから、そうするとそれをね、何でまあその国民に対してその安定的安定、なんていうのこう見通しが大丈夫だっていうね、一つの安心感を与えられるかっていうことですけども、やっぱりね、このロシアのウクライナ侵攻じゃないですけれども、ね、いろいろと噂されてますが、中国と台湾の問題ですよね。でもこれもね、ね、やっぱりこういろんなアメリカとの関係もあるしね、アメリカと中国との関係もあるし、アメリカと台湾との関係もあるわけだし、まあでもその台湾がね、まあ、次のその選挙でね、誰がまあ指導的な立場に立つかっていう、まあ中国よりの方がね、例えばそんなに、なんていうのこう荒立ったりはしないと思うんですけれども、やっぱりそうじゃないとなると、いろいろとその先は複雑ですよね。それからね、じゃあ今度アメリカと日本の関係がどうなるかっていうことですよね。だからいろいろこうとってもこう複雑な不安定な状況ですね、この世界の状況が。やっぱりね、まあつい最近プーチンとね、あの北朝鮮の、ね、あの親分、キム・ジョンさんですかね、とねお会いして、それで北朝鮮はまあロシアをまあ当然のことながら支持しますよ。まあこれはね、誰が考えても想定ないでしょうけれども、やっぱりね、結局はどういうバランスの中で、まあ、今後ね、いろいろとどこの国が、ね、こう指導的になっていくかっていう、まあ、やっぱり日本にとってはね、やっぱりアメリカが相変わらずこう、ね、世界の指導的な立場にあってほしいなっていうことはね、これはなんか、まあ、誰がどう考えてもいろんな考え方があるにしても、まあやっぱり一番安心じゃないですかね。まああとそういうね、こう国際状況の調整の中で、まあ、日本がねどういうその、なんていうのこう国力を発揮するか、いろんなあの例えばその研究者ですよね。研究者なんかもね、前はね、こう日本が
そういう、ね、世界の中でも結構そういう部分では、ね、トップレベルの方にいたわけですけれども、今や相当下がっちゃってきてんだよね。やっぱりね、中国とかね、いろんな国に優秀な方が、ね、流れていくとか、それから、まあ日本のなんていうの、研究者に対する、このサポートの仕方っていうんですかね。だからやっぱり、まあ今までと違った一つの、このね、枠組みを作っていかないと、なかなかね、研究者が育ちにくいっていうふうになっちゃうんじゃないですかね。やっぱりそういう専門分野の人がね、やっぱりどんどん育っていくことによってね、やっぱりそこからね、ある時突如すごい、なんていうの、この発明からいろんな、ね、この経済にプラスになることが発生するわけですから、なんかそういうね、一つの、まあ、この不安定な世界の情勢の中で、まあ、日本らしい、まあ、技術っていうのかな、そういうのをね、なんか特化していってほしいなっていうふうに、まあ、個人的ではありますけれども、思ったりしております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。